どうもクーピーチャンネルです。今日はこの愛車インディ727のテーブルを DIY して常設ベッドを作ります。インディ727 L 型のデフォルトのテーブルの位置がこちらになります。こちら広くてソファーも座れて対面もできて使い勝手いいんですけど、問題点がですね、このベッド展開がちょっと面倒くさいんですね。こちらのソファー引き出しを開けてマットをずらして、奥のマットを引き上げて、でもう一枚を置いてフラットにします。そしてこちらが空いているところにはこちらを埋め込むだけです。最初はですね、めちゃくちゃ簡単と思っていたベッド展開、人間というのは欲深いものでどんどん楽をしたくなってきます。車中泊してお酒も飲んでいい感じで眠たくなった時にベッド展開ってやっぱり面倒くさいんですよね。前に行った DIY なんですけど、ここにテーブルのステー取り付けました。このサイドに取り付けられるようにしました。ただこちらの問題点がですね、このソファーモードの時に距離が遠いんですね。テーブルと出入りができなくなっちゃいます。なので今回したいテーブルのアレンジはですね、もうちょっと引き寄せるこの辺ですね、ここに取り付けられるようにしたいと思います。今自分0歳児の子供がいてるんで、チャイルドシート、この横向きつけれないんですね。3点しか必要になりますんで、なのでこのインディ727はしばらく一人専用になりそうです。使いやすいようにこれからカスタマイズいろいろやっていきます。今回試したいのがテーブルのステーですね。こちらとこの金具ですね、これをネットで購入しました。こちらを使って取り付けてみたいと思います。購入したこちらのアイテムは概要欄にリンク貼っておきます。興味ある方はチェックしてみてください。やり方なんですけど、これをテーブルの後ろにビスで留めます。そしてこちらもここにも直接ビスで留めちゃいます。そしてここにはめる感じになります。バーは長めにつけようと思ってますんで、こんな感じでどこでも止めれるようになります。でこちらの下に棒をつけて1、2、3点で支えたいと思います。これだったら結構しっかりしてるんじゃないかなと思います。では早速作っていきます。まずはこちらのバーを取り付けていきます。これも直接ビスで穴開けていきます。一応このインディ727中古で買ってもう1年半以上経ったんで、どんどんカスタマイズしていきたいと思います。でここで問題があったんですけど、ここにですね直接取り付けると隙間がほとんどなくなっちゃうんで、これがはまらないんですね。本来だったらこんな感じではまるんですけど、なので出したいと思います。木をたくさん買ってきました。江南という関西では有名なホームセンターなんですけど、100円とか200円の木がたくさん売ってます。こんな感じで当て木にしたいと思います。ちょうどぴったしの木見つかりました。スライジですね。ヒノキの 12×30×910 のタイプです。こちらで作っていきます。せっかくなんで塗装していきます。100均で入れていたスプレーのブラウンですね、こちら振っていきます。こんなもんで OK ですね。あとは乾かしていきます。それではまずテーブルに金具を取り付けていきます。こんな感じでしっかりサイドに金具取り付けました。はい、当て木の色も完全に乾きました。こんな感じでつきます。もう色結構わかんないですね。大丈夫そうですね。そしてここにこのバーを取り付けます。ちょっと一回仮止めしてみます。こんな感じになりました。これで穴開けていきます。それではビスを打っていきます。じゃあこれで大丈夫ですね。斜めになってないですね。じゃあいきます。いや、やっ
ぱ緊張しますね、穴開けるのは。大丈夫ですね、これでしっかり止まってます。それではこちらテーブル設置してみます。ここにはめます。あ、いい感じですね。で今こちら1点とここ2点だけなんで、やっぱこれだと不安定、ロックしてもそうですね、やっぱ不安定なんで、ここにもう一個足をつけます。でこちらの足なんですけど、ホームセンターここなんでですね、このバルサっていう丸の木が売ってました。ちょっとこんな木ですね。でこちらイレクターパイプでも大丈夫なんですけど、ちょっと見た目良くするためにこの木にしました。こちらもコーナーで買ったんですけど、イレクターパイプの受け止めるところっていうんですかね、こちらを2つ買いました。こっちの木は1000円ぐらいしちゃったんですけど、これは63円でした、税込みで。スペーシアジョイントと言います。でこれをですね、テーブルの裏に両面テープで貼り付けて、こんな感じで入れて固定しようと思います。で一応2個買いました。なのでテーブルの裏に1個貼り付けて、下にはこんな感じ で安定性ちょっと増すかなと思います。これイレクターパイプ用なんで、バルサっていうのを入れるとちょっと隙間空いちゃうんですね。なんでグラグラするんですけど、また後で何か詰めたいと思います。実際に取り付けてみます。両面テープ貼りました。はい、これ OK ですね。ちなみにこのフックついてるのは、レジ袋をそのままゴミ袋として利用できるようにフックつけてます。それではいよいよ設置します。まずはこちらのフックにかけて、そして裏にかけます。さあこんな感じですね。はい、じゃあ最後ロックします。はい、これでロックできました。ちょっと揺れるけど、まあ許容範囲かなって感じですね。大丈夫やと思いますね。気持ちこっちが下がってる気したんで、これ紙敷いておきます。これで、あ、平行気味になりましたね。大丈夫ですね。寝るときはこれ外して、でこっち側に移動させます。そしてベッド展開します。これでいつも通りのベッド展開も可能になります。そして棒を切った時に出た端っこなんですけど、これ高さちょうど良さそうなんで、このまま設置できそうですね。一回やってみます。この短いやつをこの裏に刺して、あ、ちょっと高いですね。こっちこれを取ると、あ、取ったらちょうどですね、平行になりました。これでロックします。これだったらもう本当に常設ベッドって感じで大丈夫ですね。一人だったらこれで十分ですね。こちらのテーブルのバーなんですけど、この端まで移動できます。なのでこれをですね、こんな感じで端に移動すると、こういった感じで端の方に寄して使うこともできます。これもありですよね。いやー、いいですね。かなり気に入りました。あとはですね、実際に車中飯でここで煮炊きしてみて耐えれるのかですね、揺れて落ちないかとか、車中飯を食べて確かめたいと思います。冷蔵庫の中にですね、ビールとおつまみ買ってきました。餃子とおでんです。今んとこ安定性なんですけど、ちょっと揺れたりはするんですけど、なんか取れて落ちるような感じはなさそうですね。それでは実際に作っていきます。いやー、最高ですね。ちょっと今日はハイネケン飲みながら宴したいと思います。一応ポップアップの方は開けて換気しておきます。これ今同時調理してるんですけど、問題ないと思います。あとはですね、ここにテーブル拡張すればさらに使いやすくなりそうです。こっちのテーブルも使いやすいんで、キッチンですね、広くなった気がします。
はい、完成しましたね。餃子も美味しそうです。大丈夫ですね。いただきます。ごちそうさまでした。いや、楽しい時間過ごせました。今回一人用にテーブル DIY したんですけど、これ3人ぐらいいけそうですね。ここ一人ですね。で、ソファーに2人、3人でテーブル囲めそうです。ちょっとね、揺れはこうやって揺らすとあるんですけど、取れるようなことはなくて、上からの圧力には強いです。なのでここに手を置いてパソコンとかも問題なくできると思います。気になった点なんですけど、こちらの短い方ですね。このベッドモードにしてソファーの上にこの棒を置いた時にやっぱへこむんで、テーブルがちょっと揺れました。なのでこっちのソファーの上に置いた寝る時のモードの時はあまり物を置かない方がいいかなと思いました。簡単な飲み物ぐらいだったらいけると思います。気になったのはその上で、あとは本当に満足しました。もう次の車中泊は楽しみですね。最後にかかった金額載せておきます。また DIY したいんですけど、次はですね、ここにトイレ置きたいなと思ってます。ここパカッと開けたらトイレできる緊急のやつですね。それできたら災害にも強いと思いますし、どこかトイレのない車中泊もできると思います。それではご視聴ありがとうございました。you